立山市立第三中学校は、千葉県立山市北条にあった、市立中学校。立山市の市街地に位置する学校であり、全校生徒数は500人以上。1学年5学級である。校区は、中心部の北条地区より、立山市西東端の九十地区までであり、国道128号沿線にある。生徒数の多かった立山市立。 第2中学校の北条地区を分離させ、縦の九十地区を校区としていた立山市立第4中学校と統合して開校した。開校時の全校生徒数は824人だった。自学時系たくましさを学校教育目標に据え、経営の重点をオンリーワンナンバーワンを目指すとしている。生徒を育てる三本柱は、歌声、清掃、挨拶。 各学年ごとの目標は、1年が学ぶ学年、2年が作り出す学年、3年が伝える学年。3学期制で授業を展開している。以下の実行部を開設し、生徒会を運営している。千葉県所属中学校土俵教育開発オンライン。2018年8月14日閲覧。立山市学校教育の荒間市、立山美中が、 創立30周年記念式典や合唱コンクール、立山市学校教育の荒まし遠隔、経営方針最新のお知らせ経営方針、立山みなかが、創立30周年記念式典や合唱コンクール。ありがとうございます。